にちは、タケです、今日はマレーシアリーグで戦う際に、僕ら日本人が、登録されることが多いアジア人枠について話していきたいと思います。マレーシアではプレーできる外国人の枠が設けられていて、一部のスーパーリーグの場合は3プラス1プラス1、3人が外国人選手、1人がアジア人の選手、もう1人が ASEAN 枠、ASEAN の日本選手で、プレミアリーグの場合は ASEAN 枠がなくて、3プラス1、外国人選手3人にアジア人1人となってます。僕ら日本人はアジア人枠の1枠をかけての戦いになることが多いです。前いたチームでは韓国人の選手と一緒にプレーしていたので、そのチームではアジア人の選手2人を取っていたことになるんですけど、それってまあまあレアなケースで、やっぱりどこのチームの監督も、アジア人2人を取るぐらいであればアジア人選手を1人にして、もう1人はヨーロッパとか南米とか、アフリカから連れてきたがるようなケースが多いです。今年のリーグを見てみると、スーパーリーグ、プレミアリーグ合わせて日本人が7人プレーしています。それに続いて韓国人が6人で、去年とか一昨年とかを見てみると韓国がもっと全然多かったイメージがあって、まあそうしたのを考えると日本人がプレーできる環境が少しずつマレーシアでは整ってきているのかなと思います。少し前はオーストラリア人とかも多かった印象があって、彼らは本当に顔つきとか体つきとかもヨーロッパ人みたいな感じで、本当に値がいいっていう印象があって、そういったのもあってセンターバックとかディフェンスのところで使われてる選手が多かったんですけど、なんか最近は少し減ったようなイメージがあります。逆に日本人とか韓国人選手、あとは国は違うんですけど中東の選手もマレーシアでプレーしてる選手多くて、そういった選手は、まあ、やっぱりヨーロッパ選手とかと比べると、体も少し小さくなるので中盤とか、まあ、フォワードまではいかなくても結構アタッキング的なポジションで使われることが多いです。ということで僕ら日本人はマレーシアでプレーするには、アジア人枠の一枠を争って戦うようなことになるんですけど、まあ、少し前を考えればほとんどマレーシアでは日本人がプレーできていなくて、で今年とか見てみると、まあ、今プレーしている日本人の活躍もあって少しずつ日本人の需要も高まってきていると思うので、今後もさらに日本人の選手をトライしてもらって、どんどんマレーシアでプレーする日本人が増えればいいなと思っています。また違う動画も上げていきます。チャンネル登録よろしくお願いします。